マッシュートマス・ケインはアメリカ合衆国アラバマ修道産出身の元プロ野球選手。プロ生活を MLB サンフランシスコジャイアンツ一筋で通した。ニックネームはザ・ホース。2002年の MLB ドラフト一巡目でサンフランシスコジャイアンツから指名され8月29日に契約。ルーキー級アリゾナリーグジャイアンツで8試合に登板し0勝1敗。 防御率3.72だった。2003年は A 級、ヘイガーズタウンサンズで14試合に登板し、4勝4敗、防御率2.55だった。2004年は A 級サンノゼジャイアンツと AA 級ノーウィッチナビゲーターズでプレー。合計で13勝5敗、防御率2.6761奪三振を記録し、球団のマイナーリーグ最優秀選手に選出される。 シーズン終了後ベースボールアメリカ市のプロスペクトランキングにおいてチーム内で1位の評価を受けた。2005年はトリプル A 級フレズのグリズリーズでプレーしパシフィックコーストリーグでリーグ最多の176奪三振を記録。8月26日にジャイアンツとメジャー契約を結び8月29日のコロラドロッキーズ戦で20歳10ヶ月の若さでメジャーデビュー。 9月9日のシカゴカブス戦で2安打1失点で関東勝利を挙げ、球団の最年少記録を更新。2勝1敗、防御率2.33、先発した7試合のうち6試合で2失点以下と高騰した。2006年3月2日にジャイアンツと1年契約に合意。開幕から先発ローテーション入りし、最初の7試合で1勝5敗。 防御率7.04と打ち込まれるが、5月21日のオークランドアスレチックス戦で1安打に抑えて、メジャー初完封勝利を挙げた。6月19日のロサンゼルス・エンゼルス戦では初回に1点を失うものの8回にしまで、ノーヒットに抑えるなど高い素質の片鱗を見せた。最終的に、チームトップの13勝、防御率4.15179奪三振。 リーグ3位の被打率、222を記録するが、請求に難があり、交付調の波が大きかった。ルーキー・オブ・ザ・ヤーの投票では5位に入った。2007年3月1日に、ジャイアンツと総額900万ドルの4年契約を結んだ。4月9日のサンディエゴ・パドレス戦で6回までノーヒットに抑え、7回を1安打1失点ながら、敗戦投手となるなど、打線の援護に恵まれず、 7月末まで3勝12敗。8月に4勝を挙げるものの、9月15日のパドレス戦で6回を1安打1失点ながら、再び敗戦投手。ランサポートが3.20と、リーグワーストで自身初の200イニング、防御率3.65ながら、リーグワースト2位の16敗を起死した。2008年は、リーグ最多の34試合に先発し、 防御率3.76186奪三振を記録するが、ランサポートが前年よりさらに低下して2年連続リーグワーストの3.12で8勝14敗に終わる。打線の援護に恵まれないことに対し、僕が投げる時だけわざと打たないわけではないと発言している。2009年は開幕から好調で5月7日から7連勝を記録するなど前半戦で10勝を挙げ、 オールスターゲームに初選出される。7月までに12勝を挙げるが、以降は2勝6敗、防御率4.29と調子を落とす。それでも14勝8敗、防御率2.89、リーグ最多の4関東を記録した。ランサポートは4.25で、前年より1点以上上昇した。2010年3月28日に、ジャイアンツと、 総額2625万ドルの3年契約を結んだ。5月28日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でマーク・レイノルズに打たれた二塁打と死球のみで1アンダー無死球完封勝利。13勝11敗、防御率3.14を記録し、チームの10年ぶりの地区優勝に貢献。自身初のポストシーズンとなったアトランタ・ブレーブスとのディビジョンシリーズでは、 第2戦に先発し、7回途中1失点の高騰も勝敗つかず。フィラデルフィア・フィリーズとのリーグチャンピオンシップシリーズの第3戦に先発して7回無失点で勝利投手となり、チームは8年ぶりのリーグ優勝。テキサス・レンジャーズとのワールドシリーズでは、第2戦に先発、8回途中無失点の高騰で勝利投手となり、 チームは4勝1敗で1954年以来56年ぶり、サンフランシスコ移転後初となるワールドチャンピオンとなった。ポストシーズンでは、計21回、1イニングで、自責点0だった。サイヤング賞の投票では12位に入る。2011年は基本ルイダーズか9で、同年投手3冠のクレイトンカー賞を上回る、リーグ最多の26試合で、 クオリティスタートを記録しながら、再び援護に恵まれないことが多く12勝に止まる。サイヤング賞の投票では8位。2012年4月2日に、ジャイアンツと総額1億1250万ドル出来高の5年契約を結んだ。4月13日のピッツバーグパイレーツ戦で1安打、無四級11奪三振の循環前試合を記録。唯一の安打は六回西から、 投手のジェームズ・マクドナルドに打たれたものだった。6月13日のヒューストン・アストロズ戦では、自己最多の14奪三振の力投で、史上22人目の完全試合を達成。5月12日から8連勝を記録し、オールスターゲームでは、先発投手を務めた。いずれも、自己最高の16勝、防御率2.7993奪三振、ホイップ1.04を記録し、 チームは2年ぶりの地区優勝。シンシナティレッツとのディビジョンシリーズでは、第1戦に先発するが、5回3失点で、敗戦投手。最終第5戦では6回途中3失点で、勝利投手となり、2連敗から3連勝でシリーズを突破。セントルイスカージナルスとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第3戦に先発し、7回途中3失点で、敗戦投手。 その後1勝3敗と追い込まれるがタイに戻し、最終第7戦では6回途中無失点の好投で勝利投手となり、チームは2年ぶりのリーグ優勝を果たす。デトロイトタイガースとのワールドシリーズでは3連勝で、大手をかけて迎えた第4戦に先発し、7回3失点で勝敗はつかなかったがチームは勝利し、2年ぶりのワールドチャンピオンとなった。 サイヤング賞の投票では6位。2013年は自震初の開幕投手を務め、6回無失点の高騰も勝敗はつかなかった。8月23日に右肘の故障で15日間の故障者リスト入りし、9月7日に復帰した。この年は30試合に登板したが、5年ぶりに2桁勝利を逃し、8勝10敗、防御率4.00だった。 2014年は開幕ロースター入りし、開幕後は5試合に登板したが、0勝3敗、防御率4.35と結果を残せず、4月29日にはサンドイッチを作る際に右手の指を切り、5月4日に15日間の故障者リスト入りした。5月10日に故障者リストから外れた。復帰後3度目の登板となった5月21日のコロラドロッキーズ戦で、 3回を無ンダム失点に抑えたが、右ハムストリングを痛め途中降板。5月30日に15日間の故障者リスト入りした。6月6日に復帰し、7試合に登板したが、7月21日に右ヒーちの故障で15日間の故障者リスト入りした。8月12日に骨小変と骨曲の除去手術を行い、9月1日に60日間の故障者リストへ移動し、 そのままシーズンを終えた。この年は15試合に登板し、2勝7敗、防御率4.18だった。2015年は、スプリングトレーニングで4試合に登板していたが、4月4日に右肘屈筋クッキンンを損傷したため、4月7日に15日間の故障者リスト入りした。6月9日に AQ リッチモンドフライングスクールレルズでリハビリを開始し、6月15日に、 トリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ昇格。トリプル A 級で3試合に登板後、7月2日に、故障者リストから外れた。復帰後は10試合に登板したが、2勝4敗、防御率6.15と結果を残せず、8月28日に右肘の故障で15日間の故障者リスト入りした。9月11日に復帰。2試合にリリーフとして登板後、 シーズン最終戦で先発起用され5回を2アンダム失点に抑えた。この年は13試合に登板し2勝4敗、防御率5.79だった。2016年は開幕ローテーション入りし通算100勝を達成したもののそれよりも先に通算100敗を記録した。この年は21試合に登板し4勝8敗、防御率5.64と 前年とほぼ変わらない成績だった。2017年9月27日にシーズン終了後に現役引退することを表明し、9月30日のサンディエゴパドレス戦で先発当番5回を無失点で抑えたが、チームは破れ勝利投手にはなれなかった。10月1日付で引退が講示された。かつてはメジャーでも貴重な速球だけで三振を取れる投手で、 最高球速は約時速 157.7km を計測した。一方、平均球速は時速 147km 程度と随時速いわけではない。フォーシームとツーシームの速球2種で、投球全体の約50%を占めており、それ以外はカーブ、スライダー、チェンジアップの3球種をバランスよく投げている本格派の速球投手。 2014年以降はややスライダーが多い傾向になっている。ありがとうございます。